したら、そうすると考えるとこの韓国の艦船を沈めたのが中国じゃないかって、中国のその人民解放軍の一部で、中国のその一部っていうのは米国の、兵器をコピーできてるんで、もう米国の技術がコピーされてどんどんどん中国でこれから作られちゃうと思うんですよ。いろいろね、ダメな部分とブラックボックスもあったりして見れない部分もあるんでしょうけど、作れないことは、そういうことを考えてくると中国がやったんじゃないかって、いろんなことを考えるんですよね。北朝鮮がもし本当にやったとしたら、これはどういうことかといえばイスラエルなんですよ。イスラエルが武器の供与をしてる、ね、そして韓国に対してそれを試していた。でもこの魚雷を試すんだったら北朝鮮はもっと違う武器が欲しいはずなんですよね。こんな危ない橋は渡らないはずなんですよ。西側の兵器を手に入れるってことは北朝鮮側から見たら危ない橋ですから、あれ。わかりますかね、はい、北朝鮮はもっと実行力がある、どうせ西側の兵器が入るんだったら違うものが欲しいんですよ。そう考えると北朝鮮っていうのは僕は絶対薄いと思って、北朝鮮の反抗説っていうのはね。でもそこに持っていこうとすごいしてるんですよね。もうずっと1ヶ月以上、それで今度5月20日にその結果を出すと言ってるんだけど、韓国、ね、と米国は。これも曖昧なんじゃないかと、うやむやにされるんじゃないか。それで、まあ、僕の結論から言えば、まあ、中国がやったって最初、可能性もこう、謀略性の流れですよ。北朝鮮にもしも、ね、30万の兵を出すから、ね、北朝鮮に行くんだったら行くよって言ってるとしたら、そしたら中国がやって仕掛けて、北朝鮮とこの緊張状態を作って、中国の人民解放軍の軍部の連中が胡錦涛政権をぶっ倒そうとしている。もう全て中国がもしの動きとして僕の言う通りだったら全部国内問題ですか。国内の権力闘争で海外に向けて、話をしている。これが一番中国で一番怖いと思います。これから国内の権力闘争が起きてくると全て我が国は被害を被るんです。完全にどんだけ平和にして、今例えば胡錦涛政権が日本と平和にずっとやっていこうとしたって、権力闘争が起きたら日本は間違いなく傾向ごとになりますから。で、軍部が暴走してしまえば、紛争が起きたら戦争になってしまいますからね。で、胡錦涛政権を持てばいいけど、持たなかったらそれこそどこまで進んでくるかわからない。それぐらいのことが起きる可能性があるし、あとそうですね、ブログ上で北側に対してそのね、自衛隊の自浄作用を、ね、邪魔するなっていうことを書いたんですけど、そういうので言えば米国も韓国も中国も、ちょっと北朝鮮は分かんないですよ、全て国防という概念から言えば、政府があっても勝手にある部分では軍隊が動いてます。軍隊がその国防の概念で誰の命令、誰の命令っていうか、その軍の試験の中で動いてます。政治的なことじゃないですから。となれば日本の自衛隊もその国防の概念ということは捨ててません。だから海の守る海上自衛隊は国防の仕方を持ってます。中国船が来たらこういう監視行動を取る、ね、こう P30 を飛ばす、何をする、ここは沖ノ鳥島に関しては、ね、海上保安庁も出て監視行動を取るというのをやってます。でもこれは僕がちょっと言ったのはね、一番心配していることがあるんです。一つ、アメリカが黙認して中国が動いているとしたら、それでそのさっき言った、独ソ不可侵条約の時みたいな密約がもしできているとしたらですよ、これが軍部じゃなくて胡錦涛側だとして、一番怖いのは沖ノ鳥島なんです。まあ、前原が国交省の大臣がやってるから海上保安庁は引かないと思うけど、怖いのが監視してる護衛艦がいるんですけど、中国側から挑発をするなと、それで何かのあれがあって、次もし何かあれば交戦になるかもしれない、ね、圧力がかかって、国防大臣、あ、防衛大臣、防衛大臣が例えば、ね、中国を挑発することになるから監視行動をやめろっつったら、みんな下がってきちゃうんですよ。じゃ何らかの理由で例えば、海上保安庁も出れないことになって、衛星しか見てないよ生まれたとします。この国の軍部が本気でやれば沖ノ鳥島は爆破します。爆破してなくなってしまえば中国がやったんじゃないかって、証拠がない、我が国は関係ないと済みますから。爆破し
してなくなったとこから、そこからもう日本のね排他的、ね、EZ をね主張することできないじゃないですか、今でも言ってる。それぐらいのことをやりかねないと僕は思ってます。それはやっぱ世界の歴史を考えれば、そういう暴力はいくらでもこの国はやってますからね。イラン・コントラ事件でも何でもそう。それまた、マフィアを使っていろんなところのスパイを CIA は殺してきたし、何でもやってますから。同じようなことをどん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 ね、もうそういう暗殺とかやらなくなっても暴力はやると思うんですよ、国益のためになって。でさっきも言ったけど、アメリカがもう完全に一つじゃなくて、ある意味アメリカ国内も内乱状態ですから、内乱状態までいかないけど、内乱不気味でオバマ暗殺がすごい考えられる状態ですから、もう軍の情報機関はちょっと聞いてないですけど、 CIA は逃げてないんじゃないかCIA とか FBI とかオバマは、それぐらいやっぱ大統領としての権限が弱い大統領ですよ。国民からの支持だけ出てきちゃったから。で軍にとってその今オバマ政権がやってることが得か得じゃないかとなれば、アイゼンハワーがその大統領をやるときに、この国は三軍復興隊という守りに取りつかれたと言われていたように、いまだにそういう部分というのはすごいあると思うんですよ。となると勝手な暴走をしている可能性がこの両方があるんです。それ両方 その利益が一致したときにはもちろん組みますよ。これは韓国も同じですよ、北朝鮮と中国も同じですよ。我が国だけはそういう発想が何にもないんですよ。暴力を行おうとしない平和国家ですからね。日本ほど平和な国はないんですよ、ね、こいつらに、ね、侵略だって言われてるけど、こいつらは侵略するかもしれない。実際韓国は竹島を侵略してるし、中国はね、いろんなとこしてるんですから、米国はもちろんそうですよ。そう考えてきたときに、我が国が本当にここにあるね、まな板の上の声じゃなくてね、まあ、子羊ですよね。なんか狼だとかライオンがいるところに羊がこうもたもたしてね、みんな仲良くしようよって言ってたって、腹が本当に減ったら食っちゃうじゃないですか。腹減ってなくてなんかこっちの方で、ね、食い物があるときはいいけど、本気で腹が減ったら食っちゃうし、群れをなしていたとしたらね、100いて100いたうちの50、30が突然食うかもしれないんですよ。そういう状態が今の日本を包む、国際状況だと僕は思っています。今後どんなことが起こるか、最悪のシナリオを言えば、さっき言った沖ノ鳥島の爆破ぐらいまで考える。それは皆さん知っているとおり、民主党政権は北側でも誰でも圧力を食らえば間違いなく自衛隊監視行動やめろって一回下げちゃいますよ。自衛隊は自分たちの自動作用で出てやって、国防という概念でやってるけど、命令は聞かなきゃいけないんで間違いなく下げます。だから前原が国交省やってるから巡視艇があるから大丈夫だと思うんですけど、海上保安庁がいるんで。でも海上保安庁も何らかの理由があれば下がる可能性もあります。そうなった時にアメリカが見てるからとかね、いう話でやって、もしかしたらアメリカを壊しちゃうんですよ、沖ノ鳥島。紛争を作った方がいいとか、そういう理由ができればね。なんでかっつったら、沖ノ鳥島が爆破される、ね、爆破されてなくなる、で中国がいろいろ中国がやったんだろうって話になって、国内でわーってなる。それで中国はこうやって我が国の領土を奪おうとする。沖縄の民意は間違いなく180変わります。間違いなくあります。やっぱ米軍にいてもらえば困る、それは間違いないと思います。こういうね動きがすごい考えれるんですよ。ちょっと今極論も言いましたけど、それでこの間、ちょっと名前出たな、元クリントンの時の 国務副長官かなが来た時に、僕ちょっとブログで書いたんですけど、鳩山との話の内容ですけど、想像ですよです、ね、とりあえずどういう案を出してるんだ、こういう案だって、それで OK だアメリカ。でも沖縄、ね、国民が、いや国民を納得させるのアメリカに任せてくれと言ってるかもしれない。